こんにちは、ゼキザップです。本日はホンダオータライディングスクールの様子をお届けしますのでよろしくお願いします。はい、おはようございます。素晴らしい天気になりましたね。最高、今日も安全課の方が来てるし、はい、バッチリですね。みんな気合が入ってるよ。今日はね、少しでも皆さんが安全に事故なくバイクが乗れるようにする、お手伝いさせていただきたいと思います。まずはバイクに乗る前に軽く準備運動ですね。こういったの意外と重要なんですよね。そして白バイによるパフォーマンスですね。本来スタンディングはねやらない一本橋なんですが、これはあくまでパフォーマンスということでやってもらっております。よくこれだけ重たいバイクをね、こんだけゆっくりと操れるんで、さすがですよね。一瞬止まるような瞬間もあるんで、よくエンストしないし、よくこけないし、やっぱ普段乗ってるから鍛えられてますよね。お見事です。じゃあ他のねスラロームとかも見ていきたいと思います。この辺も全然白バイは本気でスピードは出していないけど、すんなりと駆け抜けていくんで、なんかやっぱレベルが違いますよね。すごい始まってますよ。今日も楽しみにしてます。今日は本気のトン汁なんで、噛んじゃう。さあ、それでは初心者クラススタートですね。こんな感じで白バイ隊員がね、先導してくれます。ひとまず無事に始まりましたね。終わった、やったやったと。ようやく一段落やって、ようやく今日俺乗れねえかもみたいな。なんか俺もこんだけ多いと乗れないなというということで初心者クラスの一本橋ですね。綺麗ですね。問題なしということで、練習の成果が出てますよね。でこっちもなんか可愛らしいですね。初心者クラスの中のさらに初心者向けっていう感じですかね。いい感じですね。はい、店長、これは何の準備してるんですか。これはですね、来ました。なんと一本橋タイム計測機。続いては中級クラスでマユクロさんですね。いやー、乗り慣れないグロムでもすごいですね。綺麗に操ってますね。けどサイズ感がやたらとぴったりですね。ここまでグロムが似合うとは。今日はスタンディングで行きました。さあ30秒、さあこれでスタートしております。おっと、もうここで10秒台、秋葉さんスペシャルが出ております。さあ中盤に入った。さあ16秒台、入った16秒台。さあここから行くか。さあここから粘るか。粘ってきた。ごぼうチップス。とても弟子がやってますね。弟子がやってるよ。まだ衝動の旋回というのを、白バイ隊員さんに、見せていただいてですね、コツを教えてもらいますので、どうぞ皆さん、こちら前の方へ、特にこの辺ががっちり見てください。小道路でこう回りたいということになると、バイクが後ろから押されている原理なもんですから、少し前に出て、例えば50センチメーターでもいいんですが、前に出てやすい。例えばここの線のところに入ったならば、この辺という、自分の足ぐらいまでが前に出て、前に出てる。フロントのハンドルが左に切ると、そのあとバイクに少し出ようとするじゃない。逆反応原理、それを使ってやって、例えばこれ衝動の展開ではないんですけど、さあ白バイ隊員による説明も受けたので、皆さん小道路旋回の練習ですね。なかなかスムーズにはいきませんが、これも練習してね、終盤の方には上手くなってるんで、やっぱりエキスパートクラスはさすがですよね。ちなみに自分は全くできなかったですね。群がってますね。前回こんなに具があるんですね。そう、具沢山で、今回はゼロから俺が、これはごぼうと肉は炒めねえとね、旨味が出ねえんだよ。
これ本当にこの野菜の出たやばい野菜の味付けしてない豚汁は蒸し料理ですから今日は皆さんに、広場隊員さんにも、交通課の皆さんにも来ていただきましたのでありがとうございましたので行きましょうか、はい、じゃあ本日は大変にありがとうございましたありがとうございましたさあこれにて午前の部終了ということで、まあ、隊員さん含めてじゃあみんなで昼飯の時間ですねさあようやくお楽しみの時間ですねいろんなもんが混ざってますからまずは卵焼きおじさんの卵焼きすごいな出汁がこれ聞いててうまいですねそして豚汁おじさんの豚汁もやっぱ具沢山だからうまみが出てますねそして午前中は自分もずっと撮影していて乗れなかったんで午後はこんな感じでねカブで挑戦していきますカブだとやっぱ一本橋難しいですねダックスの時みたいにはいかないんでうんやっぱり重心ってだいぶ重要ですよねじゃあこのままハンターカブでもスラロームとか、やっていきたいと思いますやっぱニーグリップできないからうんぎこちないですねやっぱ走らせてると楽しいですね、うん、みんながね楽しそうに走ってるの見ながら、まあ、自分もねいや早く乗りたいなと思っていたんですがやっぱ面白いです、まあ、こういう風にハンターカブも、まあ、スラロームはちょっとね苦手な部分はあるんですが、まあ、こういった変速スラローム、まあ、こういったところはハンターカブでも楽しく抜けられますねでせっかくなんでマニュアルの練習もしとかないとですねでちなみにこの撮影時期が、3月中旬だったかな、なので、まあ、シルクロードとかその辺を走らせる前のマニュアルの練習ってことでやっておりますいや 400cc これ久しぶりに乗ったんでこんなに重たいんだってことでびっくりしましたねめちゃくちゃぎこちないですねやっぱり日頃からこういうバイク乗ってないとなかなかすんなりとは走らせてもらえないですね、うん、何度乗ってもぎこちない、まあ、しょうがないですねだからこそこういったライディングスクール、まあ、こういった機会がね非常に重要なんだなと思いますなので、まあ、十分練習して帰りましょうかねそれでは、皆さん、みんなで片付け会に入りたいと思いますでは皆さんお片付けまでやっていただいて大変にありがとうございましたじゃあ、今日は大変にありがとうございましたじゃあ最後まで気をつけて帰ってくださいどうもありがとうございましたありがとうございましたはいそれではホンダ太田ライディングスクールの様子をお伝えしましたがいかがだったでしょうか、まあ、こちらのイベント、まあ、定期的に開催しておりますので、まあ、興味のある方はぜひねホンダ太田販売にお越しください次が確か6月だったかなうんちょっとそんな感じだった気がしますが、まあ、非常に大人気イベントなので、まあ、大概はねすぐに定員が埋まってしまうみたいですそしてこちらのイベント見学は自由となっておりますなので、まあ、こういったライディングスクールとかサーキット総合会やってる際はぜひ気軽に見に来てください、まあ、全体の雰囲気も味わえますし、まあ、楽しい雰囲気もね一緒に共有できるかなと思いますそれではねまた次の動画でお会いしましょうバイバイ